普通にやつ。格闘技。え、なんすかこれ。5000円 ?5000 円マスクが配られてます、店内で。やばー。あ、来てるわ。うわー、これやばいね。すみません、辛い料理を僕より先に早く食べたら1万円差し上げるって聞いて YouTube 撮ってるんですけど、食べてきて、あ、うん、辛いのも嫌いだ、辛いのも食べそうな、こっちの方が、あ、違う、え、変態だな、すごい肌ツヤ良かったんですけど、ジュリヨングの真似すればいいのみたいになって辛い料理を僕より先に早く食べられたら1万円差し上げますっていう企画でちょっと YouTube 撮ってるんですけど、いいじゃん、お腹とか空いてないですか？あ、空いてます。今からじゃあお店行って、はい、一緒に行くこと可能ですか？あ、全然。ありがとうございます。お名前は？佐々木です。おいくつになるんですか？23です。いい日焼けですね。なんかやられてるんですか、スポーツは？あ、まあ、はい、ここフェアです。はい、はい、何の日焼けですか、それは。土木系で。もうお仕事されて。あ、そうです。あ、なるほど、土木系のお仕事をされてるということで、はい、今日はなんでこの2丁目に足を運んでらっしゃったんですか？どんなもんかなみたいな。社会科見学みたいな感じみたいな感じ。ご出身はどちらになるんですか？東北の方なんです。もし買ってこの1万円何に使いますか？まあ服とか買います、ね、あと美味しい食事っす。美味しい食事ですね。今まで食べた料理の中で一番辛かった料理って何ですか？やっぱペヤングですかね。あ、ペヤング。ペヤングは辛かったですか？はい。1万円かけた戦いになりますけども、はい、意気込みをどうぞ。やるからには勝つ。おお、強気ですね。やるかい。東北魂見せるぞと。東北魂の学生みたいなもん。本日の試合会場がこちらになりますね。多分これが一番多分辛いと思うんですけども、この麻婆豆腐、辛さレベルがなんか選べたりとかするんで、早速中入ってみましょうか。行きましょう。このお店で一番辛い料理って何ですか？麻婆豆腐が一番辛いんですって。え、超、え、なんですかこれ。5000円？5000円？え、5000円？え、冷めたら5000円？はい、どこに辛いの？5000円か、どうしようかな。絶品頂点麻婆豆腐、世界一超激辛、超激辛、はい、5000円麻婆豆腐、これを2つください。ちょっと過去一強そうなオーラを感じちゃうんですけどね。え、なんかスポーツとかやってました？格闘技。格闘家の耳ですもんね。うわ、格闘家ですからね、はい、痛みに強いかもしれないですからね。やば。マスクが配られてます、店内で。やばー。 あ、来てるわ。みんなつけたよ、マスク。やば。お店を換気してました。うわー。見た目辛そう。あー、来るわ。5000円。これ5000円の麻婆豆腐です。世界一超激辛。あ、来てるわ。匂いやばいっすね。しかも量が多い。うわ、これやばいね。はい、来ました。こちらが超激辛世界一の麻婆豆腐ですけども、はい、ちょっと匂い嗅いでみてください。どうすか、どうすか、どう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 いっちゃってる。やばいっすね、これ。ここの準備はよろしいでしょうか。はい。いやー、すごいドキドキしてきましたね。やばい。心臓バクバクですよ、僕も。3、2、1、いただきます。いただきます。熱っ。うん、うわあっ、うん、あっ、あっ、うん、いや、あっ、うん、うん、頑張れよ。やっぱり心臓を通してくる。やばい。
ほぼ口に入れてない。やばい。お？来た。お、なんでやる。もう喋れない。はあ。まだ勝てる、まだ勝てる。やばい。すごいな。すごい。これまだ辛い。これやばい。すごい。辛さっていうのはやっぱ厚さが加わると余計辛さが増しますからね。はい、いや。正直口に入れるの嫌がってるでしょ。そう。やばい。ほら、チャンスチャンス。ああ、やばい、無理だ。ピンチヒッターいいっすよ。でも結構されてる。辛いけど食える。え、マジで、うん、辛いけど。すごい。結構ね、じわじわきますよね。まだ口痛いですか。痛いっす、普通に。あとからいきます。やばいやばい。全然辛くない。もう割れた。もう割れた。いや、すごい。え、辛い。佐々木さん、まだ半分ぐらい残ってますけど、佐々木さんどうでしょうか。すいません、ギブアップです。残念、佐々木さん1万円ゲットならず。結構最初の方はすごいペース良くて、いや、なんかちょっと危ないかなって僕正直思ってたんですけど、急に来ました、辛さが。そっから無理だった。今まで食べた辛い料理の中で何番目に辛いですか。多分一番辛いかもしれない。1番。これ2500円分ぐらい残る。大丈夫ですか。 お腹痛いですか。痛すも。あの、もしかしたら牛乳飲んだ方がいいですよ。もし、あ、すいません、買いに行きます。あ、牛乳でもいいし、飲むヨーグルトでもいいですか。これにしました。じゃあ、はい。あの、この後もしまたね、お腹痛くなるためにこれ飲んでください。はい、じゃあ今日は佐々木さんありがとうございました。お疲れ様でした。あの、いっぱい激辛食べれば食べるほど強くなるので、ぜひ通ってまた挑戦してください。ありがとうございました。お疲れ様です。これ辛さ10倍にしびれもマックスにしてますから。すごいな。マジか。神回です。